新シリーズ以前の庵野秀明実写映画を語る。庵野がシンゴジラでやろうとしたことと、うん、あと山勘さんが私の優しくない先輩でやろうとしたことって本質的に違わないわけでしょ、うん、つまりアニメっていうのを表現ではなく概念、演出技法とか何と言ってもいいんだけど、ドラマ作りと言っても構わないんだけど、それで置き換えればこうなりますよというやり方だよ、うん、だから昔の庵野秀明の帰ってきたウルトラマンも特撮のようでいて、あれ作り方が根本的にアニメなんだ、うん、だからコンテを細かく書いてその通り撮ろうとするんだよ、うん、でも特撮作品でコンテ切ってその通り撮れないじゃん、うん、あの CG 作品でない限り、うんうん、でもあんのは厳密にコンテ撮ってこの通りマットアロー1号飛べって言うんだよ。すげえ。で赤井はそれを見て激怒するんだよ。これはアニメだとこんな風な、なんかこう釣りで飛行機飛ばしてるのにこの日飛ぶわけないと、お前は本当に実は特撮に見えて所詮はアニメ屋だって言って大喧嘩してるの見たことあってさ、うん、で、あ、だから今回のそのシンゴジラ CG でやってるの見て、あんのやっとやりたいことができるんだ。もともとはそのアニメの人間が特撮がちょっと好きだからさ、なんか特撮っぽいテイストで作りたいだけなんだよ、うん、だからこの今回の CG のゴジラっていうのすごいいいとこに帰ってきたのと同じように、うん、2だよ、うん、その山勘が持ってる演出論っていうのが、それはアニメ向け特撮向けっていろいろあるかもわかんないんだけども、うん、ラキスタとかでなんか分かってきた、なるほどこれなんだっていうやつを実際の人間に当てはめていくと私の役立つない先輩になるんだけど、 あ、そうです、ね、あれって庵野で言えば式神みたいなもんで、うん、はい、見てますよ、踊ってみたシリーズ、撮ってみましたシリーズみたいな、うん、あれ続けないと、うん、で結局あれ式神やってまたアニメやってて、いろいろで庵野はようやっとシンゴジラに行き着くわけなんですけど、ああなるほど、うん、交互にやるのが一番いいんじゃないですか。実写はやりたいですね。その夏、いわゆる東京で SF 大会があって、宣伝のために公開する時になっても帰ってきてウルトラマンは完成しないと、とりあえずあまりにあんのが凝りすぎたっていうのと、あとは後に実質後半の監督を引き受けた赤井に言わせると、あんのが働かないからだと変な言い方ですけども、多分今樋口真嗣は同じ苦しみを味わってると思うんですけども、これはダメ、これは嫌と言いながら実はあんまり自分が動かないっていうですね、高畑勲みたいなやつなのでですね、もう本当に遅れて遅れて遅れるんです。だ、こだわりすぎて遅れるんだったら誰も怒らないんですよ。こだわりすぎて手を動かさずに遅れるからみんな怒るんですよ。というわけでですね、もう間に合わないというふうなことで、その夏の SF 大会ではですね、帰ってきてウルトラマンを一度捨てて、完成を捨てて、愛国戦隊大日本と解決のお天気っていう、本当に、まあこれも、まあネットで調べてみてください。2本だけ完成して SF 大会に持っていった。で、まあ、ウルトラマンそのまま一時凍結ですね。で、夏休みはですね、そのまま庵野は東京にマクロスをですね、作りに行ってしまって、手伝いに行ってしまって、しばらく作業が止まったという状態でした。で、マクロスが終わった後ですね、僕は、まあ、マクロスの半ばぐらいか、大阪で SF ショップを開いて、で、アメリカにですね、年に 4,5 回買い出しに行ってました。で、庵野も帰ってきて、ようやっとウルトラマンの後半ですか、作り続けられるようになったんですけどもですね、ところが、その、正月休みの間に、そのできてるフィルムの編集を済ませるという約束だったんですけど、庵野はそれができなかったんですね。でも赤井くんが怒り心頭で、なんで怒り心頭かというと、実質帰ってきたウルトラマンってどう考えても赤井高見が作ってるんですよ。あれはもう現場でカメラ回すのも赤井だし、あとセットの作りの指示も赤井だし、ミニチュアワークとか特撮監督をやってるんですけども、あとスタッフに対する励まし、役者に対する演技指導、すべて赤井なんですね。で、庵野くんこれでいいって言った庵野はうんって言うだけなんです。で、庵野秀明が帰ってくるウルトラマンでやったことで、やっぱり一番大きいことって、まあウルトラマンを演じたっていうことと、あとミニチュアの飛行機の飛び方をものすごく細かく指示したんです。ここでこういうふうに急旋回して、ところがやっぱそれを見ても赤井くんが怒り出すと、庵野これはアニメの動き方だと、アニメだったらワンフレームの中、いわゆるカメラの中で戦闘機がこう飛ぶっていうのは自由自在なんだけども、俺らがやってるのはミニチュア特撮だと、ミニチュア特撮の場合は物理的属性というものにすごい制限されるだろうと、具体的に言うと
大きさ1メートルのミニチュアを長さ 1.5 メートルから2メートルのワイヤーにつって振り回すと絶対に旋回半径というのは2メートルを超えると、そうするとお前が狙っているので絵は撮れないっていうふうに論理的に言うんですけど、アンノそれに対してうーんって言うだけなんですよね。で赤井くんが散々苦労してどうやればアンノが絵コンテで描いたように飛んでるように見えるのかっていうのを散々苦労して、まあなんかそのカットつないだり何したりでやってると。でそういうのをまあ僕らも現場で見てるから、これ実質監督赤い鷹みたいなというふうに思いながらこう作ってるんです。でもそれでも最後の編集はじゃあ安野に任せようと思ってやってたら、安野がですね山口県の宇部に帰って、その時に8ミリの編集機を持って帰ってきたのに、年明けて出てきたらすいません山口で友達と一緒に酒を飲んでましたというですね衝撃の告白をしてですね、もうこれ絶対上がんないと。当時流行った八甲田山という映画みたいなもんでですね、ウルトラマン死の峠って僕ら呼んでたんですけども、雪が降ってウルトラマン峠は越せないとこのまま我々は凍死を迎えてしまうんじゃないかと思ってやってたんですけど、まあそれで正月もうどうしようかということで僕がみんなに言われて、もう安野くんをクビにしてくださいっていうふうにですね言われて、なんでそんなこと俺が言わなきゃいけないんだ、プロデューサーは武田さんだろとかって思いながら、しょうがないから喫茶店に行って安野くんにですね、いや安野悪いけどもウルトラマンの監督赤井にするよって話をしてですね、安野くんそれから喫茶店でマジでカウンターで半日間動かなかったんですけども、監督赤井くんにしたらですね、赤井くんはですねそこから1ヶ月半ぐらいでフィルムを完成させてしまって、まあなんとか間に合った。で上映会やったらですね、さすがにですねもうすごい評判良かったですね。だから今いろいろ言ったんですけども、多分エイリアンにおけるダン・オバノンみたいな役割だったんですね赤井くんっていうのは。ダン・オバノンっていうのはエイリアンという映画の企画から本当に美術で誰に、例えばギーガーを発見したのもダン・オバノンだし、ロン・コブを連れてきた、つまり宇宙船とかですね宇宙服のデザインとかをしてた人間を全部連れてきたのもダン・オバノンなんですよ。ところがダン・オバノンっていうのは20世紀フォックスの重役たちから見たらなんかチンピラみたいな人間だったんですね。なのでそうじゃなくてですねちゃんとした監督連れてくるというふうなことで監督には最後までさせてもらえずにですねということがあったんで、なんとなくね僕の中ではエイリアンでダン・オバノンがやったことが割と当時の赤井くんのやったことに近いんじゃないかと。クレジット上は庵野秀明だし、確かに庵野くんは全カットのコンテ書いてるし、これで OK これでダメっていう一番大事な役割ですか。映画監督というのは極端なこと言えばスタッフが優秀だったら OK ダメを出すだけでいいっていうのは、これはもう映画やってる人間だったら誰でも知ってることなんですけど、それやってるから別に構わないんですけども、なんかそういうふうな感情がありました。新仮面ライダー の特報がですねまた公開されて、で安野くんがですね主演俳優さん主演女優さんと一緒にですね出て、まあ、取材に答えるというのがあったんですけども、新仮面ライダーは前にテレビ版の映像を編集しただけの特報が発表された時に、あ多分こうなるだろうなって予想を僕して、でそれはもうゼミでも話したんですけども、まあ、ほぼその予想通りですね、やっぱりヘルメットの後ろから髪の毛がはみ出してですねっていう作りになってるのと、まずその主演男優主演女優が発表されるというやり方で、あ今回はこのちゃんと2人のラブロマンスになるんだろうなっていうのが分かる。で、もう一つに思ったのが蜘蛛男がですねバク転をこう次々とするんですよね。でバク転を次々とする怪人っていうのはどちらかというと僕的には仮面ライダーよりも人造人間キカイダーのですね、まあ、エンディングとかそういうところでよく見たんです。当時の東映の特撮ヒーローものっていうのは必ずですね戦闘員が誰かトンボ返りする、多分ね上手い人が、ね、1人か2人いたんでしょうね。で必ず見せてくれるというのがあったん でそれがはるかにまるでそのオリンピッククラスのアスリートのようなすごい綺麗なトンボ返りを次々とやってですね蜘蛛男が動くということで、ちょっとね見たこともない映像を見せてくれるんではないかなと思うんですね。仮面ライダー庵野秀明が作ろうとしている仮面ライダーって割とね難しいんですよね。今時の仮面ライダーのいろんな光線技持ってるとか武器持ってるっていうやつを多分全部封印するんですね。ライダーキックとライダージャンプのみなんですよ。
となるとライダージャンプとライダーキックだけでどう見せるかなんですよ。シンゴジラの時ってゴジラっていろんなものを持ってるわけですね。放射能火炎っていうのを持ってたりですね、海から上陸っていうですね、結構ちょっとあの絵になる武器というのかな、技を持ってるんですけども、仮面ライダーって今回の仮面ライダーって変身ポーズあるかないかも分かんないぐらいですね。あの作り方は下手したら本当に原作版通りですね、バイクで加速していって、でその結果ライダーベルトの風車が回って、それによりですね顔が変形していくと、その変形する顔の醜さを隠すためにマスクをかぶるっていうのをやるんじゃないかなというふうに僕は前から思って、それゼミでも前話したんですけども、もうそうなるとですね本当に地味なんですよ。この地味さをいかにかっこよく見せるか。でクライマックスがライダージャンプですね。でライダーキックなんですよね。これどう見せるのか、まあすごい楽しみですよね。悪くすれば、キューティーハニーになってしまうわけですよね。んで、まあ、あの失敗したから、もう、ね、今回そんなことないと思うんですけども、めちゃくちゃ出来のいいファンムービーになってしまうかもわかんないんですけど、今のところすごい期待してますね、高級感が。サイクロンのデザインだけは、天才山下育人先生のラインなんですけども、なんか僕はあんまり、うんっていう感じだったんですけども、まあこれも本番が始まったら、本番が始まったらな、映画の中で出てきたらかっこよくなるんでしょうね。ライダー2号出るんでしょうね。2号ライダーまで出すんじゃないのかな。本来はね、あれはテレビシリーズでやったらすごい面白かったと思うんですね。ネットフリックスなりなんなりの大予算かけて、で庵野秀明が総監督で、でいろんな監督にその1話ごとの演出任せて、自分はその1話と9話と13話だけやるみたいなやり方が多分仮面ライダーの見せ方として一番いいと思うんですけどね。とりあえずあるものを楽しみにしようと思います。85点かな、下手したら80点ぐらいかもわかんない。真ん中辺のなんか戦闘シーンとかそこら辺であり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 ゃっていう感じになっちゃった。まあただやりたかったことは、昔僕庵野秀明実写監督第1作かな、第2作ぐらいなのか、キューティーハニー見た時にこれ何やりたいんだろうなと思ったんですけど、今回でやっとあ、キューティーハニーってあんな感じで作りたかったんだっていうのが分かったんでですね、良かったです。新シリーズ以前と以後で庵野さんの実写映画を比較してみると面白そうですね。動画へのご意見、ご感想、庵野秀明映画の感想をコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。